ウィリアム・カレン、ウィリアム・カレンは、スコットランドの医師、科学者である。1748年、エーテルの気化による温度低下を利用して、少量の氷を作る実験を行ったことで、冷凍技術の歴史の最初に挙げられる科学者である。スコットランドのサウス・ラナークシャー州ハミルトンに生まれた、グラスゴー大学、エディンバラ大学で医学を学び、医者となるが、自然科学、 特に科学に興味を持った。1740年にグラスゴー大学で薬学の学位を取り、1747年には科学の講師となった。1755年にエディンバラ大学の科学の教授となった。カレンはスコットランドの啓蒙時代の中心となった人物の一人で哲学者デイビッド・ヒュームの友人でかかりつけ医師であった。 1773年から2年間ラス号、王立医学、外科学校の学長を務め、1790年までスコットランド王の地位を務めた。1777年に王立教会の会員に選ばれた。エディンバラ王立教会の認可を推進した一人で、1783年にエディンバラ王立教会は認可され創立メンバーとなった。教師として、 多くの学生を育て、当時の医学や科学に指導的な人物を育てた。その中には、フィラデルフィアで、アメリカ大陸の最初の医学校の設立の中心となった、ベンジャミン・ラッシュやイギリス海軍の医療の再建者となった、ギルバート・ブレーンやロンドン王立医学会の設立者となるジョン・レッド・サムやその後の科学の定量的手法や、熱学の基礎を築いた、ジョゼフ・ブラックがいる。 また、ブラウニズムと呼ばれる医療理論を提唱し、カレンと対立することになったジョン・ブラウンも弟子であった。ブラウニズムはドイツなどヨーロッパの各国に影響を与えた。1756年公開の実験で、ジエチルエーテルの溶液を入れた容器を低圧にして、ジエチルエーテルを沸騰させ、その気化熱で周囲を冷却し、少量の氷を生じるのを示した。 1748年にもグラスゴー大学で同じ実験をしたとされる。実用化はされなかったが、冷凍装置の歴史に残ることとなった。ありがとうございます。